173番平成21年総輪関係からの問題ですねでは早速やってみましょうえ本文の正解詞これは丸という、ね、ことになります、えー、問題文からもこの境界線から1メートル未満の範囲の距離において、えー、まあ他人の土地を見通すことができる窓を設けるものは、まあ、目隠しよというね、まあ、一応1メートル未満というまあ一応基準があるわけです まあこれはもう問題文の通りということでねで、まあ、解説のところを見ていただきますけどもこの建築基準法というね、えー、ものがございましてこの建築基準法で言っている基準 これはこの解説のところを見ていただきますが、この建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならないという規定、ちょっとこの辺と混同してしまっている方もね、いますので、ここはちょっとね、注意をしておきましょうということになります。えまあ、本心に関しましては、これは正解丸ということになりますね。では、以上です。